にちは、いっちーです。なるです。4月ですね、皆さん。4月といえば新しい出会い、新しい友達とのコミュニケーション、はい、いろいろあるじゃない、うん、そのコミュニケーションの時に便利なアプリを見つけました。なので紹介したいと思います。こちら、エモジルっていうアプリです。エモジ、エモジル、ル、これでオリジナルの自分だけの絵文字が作れる。ちょっと説明しにくいから、うん、まずやっていこうか、うん、上の作る、はい、来ました。もうおなじみのやつじゃん。そう、これはね、いろいろあるよね。これ以外にも見て、種類多すぎ。ほら、本当にたくさんあるの。なんかこれハートの中にも描けるからね。ハートに、ハートに描くの。なんかデビルだけでもこんなに色の違いがあるの。すごっ。あいちの好きそうなのと、かわいい。じゃ、例えばほら、うさぎちゃんからの目は、目もめっちゃ種類あるんだ。ハートにしたり、うん、こんなのいっぱいあるんだけど、口こうしたり、他にもね、メガネとか、うんうん、ほら、あ、ほんとだ。ちょっとおしゃれなうさぎちゃんにしたりね、うん、あと持ち物とかも持てます。ほら、え、風船。あ、で、こうやって動かすと位置も変えられます。へー。で、右上のボタンを押すとこれでできるじゃん。うんうんうん。カメラロールに保存を押すと保存できます。それじゃあこの機能を使って2人それぞれでお互いの顔を作っていけない？お、いいね。じゃあなる1の作るね。うん。それじゃあ私はなるを作っていきたいと思います。輪郭だよね。どれかな。輪郭大事。これダメだね、これダメだね。さすがにこれはダメだね。うん。こんなのとかあるけど、どういうことなのこれ。あ、私こういうイメージかも。こっちの方がっぽいか。こっちにします。目はなる特徴的だよね。すごいいっぱいあるな、目の種類。なんかタブ2つあるよね。ほんとだね。すごい。この右側もそうだね。うん、全部見切れないぐらいあるよ。はい、何、口向いて。はい、なるほど、分かった。ほんとに今ので頼むよ。なる、あ、似てるかもしれない。あ、でもこういう顔するな。こういう顔しない。なる、あげー。これあげーって感じ。意外に決まらないんだけど、こんだけあったら悩むね。これすごいな。うん。え、髪の毛のやげ場に困る。よし、じゃあこれにしよう。これで眉毛、眉毛太めだよね、なるは。これ、これ近い、これ近い。だんだんできてきたぞ。どっちだろう、こっちか。ちょっと面白くなってきた。これ楽しいな、これ。なんか着せ替えとかが好きだったの、昔。うんうん。だからすごい、なんかこうやって自分で組み立てるやつすごい好き。あ、これ、これめっちゃ、あ、めっちゃなるだ。うん、なるなる、これ来たね、これできました。お、それじゃあ2人で披露していきましょう、うん、じゃあまず私の作ったなる、こちら。じゃーん。あー、こんだ。そう、このあの仏顔。すごい、頭に桜も咲いてる。春仕様のなるです。すごい、あ、ほんでもちゃんとピンクのチークになってるよ。チークを、眉毛も太い、眉毛もなんか口とか、うんうんうん、結構可愛くできた。すごい、え、嬉しい。めっちゃ可愛いじゃん。ごめん。なんか嫌な予感がするんだけど、最初に言っとくね。いくよ、1の、じゃん。ねえ、似てる。似てるわけ。1が動画でこうやってってやった時の顔似てるでしょ。似てる。なんかね、ツインテールで迷ったんだよ。髪の毛つけるとね、やっぱ結構大きさが難しいかなってちょっと思っちゃって。ね、本当に初めて。めっちゃ使いこなしてるけど。本当？あ、なんで顎溶かしたの？すごい謎なんだけど。かっこよかった、溶かしたの。何？で、イッチーの好きなカメラね。もうね、特技のカメラをこう活かしてちゃんとやりました。使ってね。こういうの LINE で送り合うとかいいよね。で、使える、なんかスタンプとして使えるね。うん、これせっかく作り方分かったしさ、うん、ボンボンメンバーも作らない？いいね。え、じゃあどうする？じゃあ、あとの4人を2人ずつ分けて作っていこうか。うん、できました。イエーイ。それじゃあ、私からヨッチをね、お、発表していきたいと思います。私の作ったヨッチ、こちら。やば、特徴掴んでない？めっちゃ面白い。めっちゃブロッコリーみたいになってるし。変態おじさんを降臨させてみました。こだわりは、うん、目とか。ああ、あとやっぱりメガネかな。あ、確かに。ヨッチこういう目するよね。する。ってやつ。なんとか見に行こうかな。それじゃあなるから。はい、私はえっちゃん。お、じゃん、似てる。こんにちは、えっちゃんです。そうで、ハローって言うっていうか。こんにちは。いや、わかるどういうことだよ、わかる。で、えっちゃんやっぱアートがね、あれだから、ペンを持たせて。メガネいいの。ほんと？
やっぱえっちゃんのメガネってこんな感じだよね、うん、ね、こんにちはえっちゃんですってやってる風に腕をポイント似てる。ほんと、うん、やったじゃあ次私、りっちゃんを作ります。お、こちらです。じゃん、あ、似てる。え、白衣みたいなのあるの。そう、白衣みたいなのがあったから、もうシャツだと思うんだけど、うんうんうん、白衣っぽく着させてみました。あとちょっとひらめいたり、うんうん、あとね、あの口が大きくて表情が豊かなところとか、オレンジチークを基調としていました、うんうんうん、すごい似てる、めっちゃ似てるわ。あの髪型は決まっても、うん、大きさも決められるからね、うんうんうん、顔をどれくらい残すかとかがね、うんうん、結構ね重要だった。最後はなっちゃん、じゃん。おお、なんかアメリカンじゃない、すごい。なんかね、そうそう、あの制服着てる時のなっちゃん、うんうん、でもなんかなっちゃんパッチリしてて、あの黄色いイメージカラーじゃん、うんうん、っていうので黄色の目にしてみた。そういうことか。あと腕ね、パッパラパッピーの、うん、でなっちゃんです。そう、ペラ。いや、いいんじゃない、可愛くない、めっちゃこれ可愛い。いいね、え、使いやすい、これいいね、すごいね。いや、結構オリジナリティ溢れたのができたね、うん、面白かった。みんなもぜひ友達との会話のネタにして、ぜひ新学期楽しんでみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック。高評価コメントも待ってるよ。そしておすすめ動画も見てねー。